状況は先ほど伝えた通りだ。壁外調査は中止する。総員撤退。早急にトロストクへ帰還せよ。群がる巨人を排除しつつ。了解。リヴァイ、お前の班は最後尾について巨人の追撃に対応してくれ。ああ、了解だ。追ってくる巨人はあらかた片付いたな。エルヴィンはそろそろ壁につくことだ。急がねえと。おい、何を止まってる、クソメガネ。リヴァイ、崖が崩れて道が塞がったんだ。これじゃ馬が通れないよ。そこの砲台で瓦礫を吹っ飛ばしてくれる？頼んだよ。巨人が数体接近してきます。仕方ねえ。だが町の様子が気にかかる。うまくいかねえようだ。先を急ぐか。砲台が巨人に壊される前に急いで頼むよ。助かってよリヴァイ。あとは私の班に任せて先に行っていいよ。だったら口を動かしてない。ついてこい、オリオン。救援要請か。無視はできねえし。この道も塞がれてやがるのか。リケ、仲間が少ねえようだ。崖崩れと巨人の襲撃で味方はチリチリだ。手を貸せ。
エルヴィンが先に行ったのか。先頭にいたはずだ。おそらくそうだ。そこの砲台で瓦礫を爆破して進もう。先を急いでるのに邪魔するなら死ね。仕上がれ。いいからついてこい。エルヴィンに追いつく。合流して町へ戻らなきゃ。おとなしくして。了解しました。おとなしくしてろ。やる。仲間とはぐれてしまって助かりました。行きましょう。俺たちは急いでエルヴィンを追う。遅れるな。してるみてえだ。行かねえぞ。俺の敵じゃない。行く。俺としたことが仲間を見失うとは。体勢を立て直さないとな。おとなしくしてろ。まとめて相手して。俺の敵じゃない。やる。おとなしくしてろ。すみません兵長、まだ行けます。ああ、トロストクの状況によって俺たちの力が必要になる。急ぐぜ。行く。止めて相手。いいぞ。どうして負けない。新手の巨人です。何頭か複数来ます。早く砲台で瓦礫を崩さないとまずい。どうして負けない。おとなしくしてろ。手を引くなよ。了解しました。おとなしくしてろ。手を引くなよ。行く。了解です。壊された。
立体軌道で先に進むしかねえな。行く。お前ら腹をくくれ。一人まとめて相手している。後続の隊が分散している。俺の敵じゃ。とりあえず2枚の人数で先へ進むしかねえな。そうか、ご苦労だ。このままトロストクの壁門まで強行するぞ。まとめて相手している。エルビン、門が破壊されてる。急いで総員突撃。トロストク壁門へ急げ。おとなしくしてろ。やれ。おとなしくしてろ。やれ。行く。おとなしくしてろ。やれ。狙ってくれよ。わかりました。まとめて相手する。出番来ないよ。俺の敵じゃない。了解しました。まとめて相手して。俺の敵じゃない。やれ。俺の敵じゃない。俺の敵じゃない。急いで中へ。ちっ、何が起こってやがる。一体向かってきます。面白い面しやがって。今は考えている時間がない。みんな立体機動で移る準備をせよ。お前ら腹をくくれ。あの大型機甲子を仕留めろ。了解。おとなしくして目障りになろう。巨人を殺して、後ろの壁を登らせてもらう。援護します、兵長。手強そうな奴だ。俺たちなら、俺たちの力見せてやりましょう。
ミカサ。あれは。自由の翼。おい、ガキども。これはどういう状況だ。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぐことに成功した後、壁外調査より急遽引き返してきた調査兵団と駐屯兵団工兵部の活躍により、ウォール・ローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。